では皆さんこんにちは、それでは、福岡からのお話これをお届けしたいと思います。今日はですね、ポスト平成の時代の一つの特徴として高齢化社会、表現から見せる長寿社会と私は呼んでるんですが、それに関係するその脳科学や心理学、そして、それと連動するつながってる仏教の人生哲学みたいなものをお話したいと思います。こういうふうにお話すると難しいように感じられるので要点だけまず言いますと、まずこの長寿社会、高齢期が非常に長く、もう退職後が余生とは言えないと、第二の人生だということです。二つ目に、この高齢期、これに必ずしも精神的傾向を中心として保障がない、二極化が起こっているということです。二極化っていうのはその暴走、老人の暴走と言われるような現象、ね、それから老人性のうつ、それから認知症、こういった方に行ってしまう、そういったケースが一つ。もう一つはなんと仏教が説く悟りの境地のようなものを人知れず味わっている、そんな境地に行く人、これが一つ。これに二極化しているということがだんだん分かってきたということです。特にこの悟りのような心境にある老人、高齢者の方、老年的超越と言われています。その現象ですが、かなり最近の社会学的発見で、先進国長寿社会に見られるということなんですね。高齢期に人をある意味じゃ超えていくのか、人間らしく生きれない状態になっていくのか、高齢者の方が二極化するという、ある意味では衝撃的な事実があるということです。そしてその高齢期にそういった精神的な心理的な問題、これを抱えるというのはそれまでの諸習慣によるというのが明らかで、簡単に言うとその思考、ものの考え方の習慣、それからいわゆる生活習慣という運動、食事、それから睡眠、その他の習慣です。それによってその浮く沈む、これが大きく左右されるっていうことですね。ではそのこの高齢期の問題というのは何から始まるのか、これは簡単に言うと老化現象なんですが、実は老化現象は心、感情の部分から始まると言われています。つまり記憶力とか体力の部分ではなく、老化というのは心、感情の部分を司る脳の中の脳、最も人間らしい脳と言われている前頭葉、この部分から始まり、でその結果が記憶力や体の他の部分の老化に影響を与えるんだっていうふうに言われている。言うなれば人の老化は心、感情面から始まる。心がまず病んで、でその後体が病む。今ここで老化を病気と表現します。仏教ではですね、老いも病気である、人類に最後に残る病気であるというふうに言うんですが、実際、老化現象とともに出てくる感情の暴走、それから老人性うつ、そして認知症というのはまさに精神的疾患でありまして、老いというのが病であるという考え方は十分成り立つんじゃないか。そしてその病はなんと、そう、心、感情の部分から始まるんだということです。で一方ですね、老年的超越、悟ったような非常に高度な意識状態に高齢者はなるっていうことから、脳には未知の力が秘められていて、脳こそ鍛えるとそのに応えてくれると。体も鍛えれば年を老いても元気っていうのがあります。しかし脳こそが鍛えると、それはそう、高齢者になっても若いまま、いや高齢者になって若者よりも優れた意識状態になる、老化を超える可能性を脳は秘めているということなんですね。体は老化を超えるというか、それはないにしても、脳に関しては、精神に関しては年老いれば若い時よりも上になる可能性があるという、また劣るべき事実、これがある。で、じゃあこの老年的超越っていうのはどういうことかというと、1989年にスウェーデン、トルンスタムという社会学者が発見、すなわち最近のことです。昔はなかったのかな、そういうの。
昔も悟った老人はいました。その代表がゴータマ・シッダッタ、2600年前の仏教階層です。しかし老年的超越というのはそれは違うんです。それは悟りの大衆化なんです。普通の人が、そう、人口の1割から2割、トルンスタムによると 20% ぐらいの人が老年的超越に人知れず入っている。その人はブッダのように教えを説く老賢者ではなく、一人佇む中でそういう状態に入っているという新たな社会的な発見だった。高齢化社会、長寿社会に先進国が突入した1989年、ちょうど平成の始まりです。平成の始まりですね。今から29年前、平成はちょうど来年の30年で終わりですが、平成の時代に発見が始まったこの老年的超越、大衆化した悟りの境地、高齢者によるというものですね。さて、我々はポスト平成の時代、これに入っています。だからこのポスト平成とは何か。まず老年的超越が発見された平成、そしてそれから30年経ったポスト平成、これは老年的超越の広がり、老年的超越がまさに大衆化していく時代、これが目立ってくる時代じゃないかと私は思っています。より長寿になり老年的超越を得る人、そういった事実も広がって、人類が精神面で老いを乞い始める始まりの始まりを得るのではないか。そこはここ数百年、まあニーチェなどにも待望されたネオホモサピエンスサピエンス、新人類の登場の前触れになる可能性があるんですね。まあ今日お話したいことは大体そういったことを趣旨としますが、この後はまあ先ほどのご紹介しました、まだご紹介したいのかな、光は先日東京本部を中心にゴールデンウィークセミナー、これを行いました。本部教室です。でその時に使ったこの教本、ポスト平成長寿社会の新しい生き方、これに沿ってですね、詳しいところはお話してみたいと思います。それでは、これどうですか、ネットで視聴されている方は何を見てるか、見てます、あれサイトのアップ、サイトのアップで前編出てるんですか、はい、第1章だけ出てますか。じゃあいいです。でネットの皆さんはですね、お手元教本ないと思いますか、私の方が読み上げますので、それを聞いて、まあ、ついてきていただいたらと思います。第1章、ポスト平成長寿社会の生き方、ね、1、ポスト平成の時代長寿社会。平成は1989年から2019年までのちょうど30年となった。すいません、今6ページ、これを開いていただけますか。6ページの第1章ですね。それを読み上げています。1、ポスト平成の時代、長寿社会。平成は1989年から2019年までのちょうど30年となった。そしてポスト平成がどのような時代になるか考えてみたい。第一に日本に関して言えば確実に訪れると思うのが、高齢化社会である。4人に1人ないし3人に1人が高齢者であるという。これに伴い経済力や政治力の比重が高齢者に移っていく面があり、シルバー民主主義などという言葉も聞こえてくる。そして高齢化社会を言い換えれば、皆が長寿となる長寿社会ということもできる。実際1955年前後は男女とも60歳代であった平均寿命が、現在は男性が80歳近く、女性は87歳前後となった。すなわち60歳定年退職すれば、その後の余生は10年もなかった時代から今や2、30年はあるという時代になった。すなわち長寿社会とは高齢期が長い社会ということで、よって退職後の人生は余生であるというにはもはや長すぎるものとなり、第二の人生とも言うべきものとなった。余生という考え方がもはや古いということで。2、高齢期が幸福か否か。次の問題は長くなった高齢期が幸福であるか否かである。長寿、寿命が長くなり高齢期が長くなっても、それが幸福であるものならば良いが、辛く長いものであるならば不幸かもしれない。そこでよく言われるのが、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間である健康寿命といった指標であり、平均寿命と健康寿命の間には男性で約9年、女性で約13年の差があるとされる。特に光の輪が重視する精神分野では、高齢期には老人性うつや認知症といった問題がある。これがひどくなると人間らしい生き方は難しくなり、
周囲の人々も苦しむことになる。これつけられますか？今使いますか？もう少し先読みます。一方、1990年代から一種の悟りのような幸福を体験する老年的超越という状態に至る老人の方がいるという調査研究結果が出てきており、注目されている。人類の各民族に共通したイメージとして、深い知恵を持った老人、老賢者というイメージがあるとされるが、まさにその一部ということができるかもしれない。3、高齢期の二極化現象、うつ、認知症と老年的超越。これはいわば第二の人生とも言うべき高齢期。高齢期が天国か地獄かに二極化する可能性があるというとも言うことができる。そしてそれを左右するものが高齢期になるまでの生活習慣や他の生き方である。だとすると、長寿社会での人生は仏教などの宗教が説く人生観と類似する面があって、高齢期前までが第一の人生であり、高齢期が第二の人生であり、高齢期がいわば来世ないしプレ来世という考え方である。今までのところ高齢期に二極化現象が起こるというお話をしましたが、その悪い側面の方、そのデータをちょっと見ていただきたいんですが、まあネットでご覧いただいて皆さんが見れるかどうかあれなんですが、まあ例えばこれが厚生労働省のホームページです。厚生労働省の認知症とはというホームページです。でその認知症の人たちの患者数はどのぐらいいるのかっていうことを、これを追っていくとどうなっているかっていうですね、今ここでですね、多少細かいデータが出てきました。なんで数字ちゃんとすぐ出さないの？出せないんですね。推計でしか出せない。つまり認知症というのはみんながその病院に行くわけじゃないっていうか、その病院に行くことを拒む人も多いわけですね。だからその病院に行かないおじいちゃんも含めて、全てのおじいちゃん、例えばその地区の何千人かにアンケートして、あこの人完全に認知症だってことで推計するっていうことはできても、正確に捉えることができないんですね。でいろんないくつかのですね、推計の調査結果がここにあって、でその調査結果の一つを使うと大体どのぐらいになるかっていうのがここに出てるんですが、ここ見ると大体250万人ぐらいいるんじゃないかっていう推計があります。ところがもう一つ別のこれですね、これもあの厚生労働省も担当してるんですが、これはあの高齢者の健康福祉の白書っていうものです。それによると、なんと現在の高齢者は約462万人いるっていう調査結果になってですね、ちょっとうまく出ないなですね、462万人、そして将来的に700万人ぐらいになるだろうって言われてる。あの2025年ぐらい後になると言われています。そのグラフはこういうもんなんですが、今がだいたい460万人ぐらい でどんどん増えて700万人ぐらいになってしまうんじゃないかってことですね。さらにですね、もう一つ別のデータがあって、それはですね、認知症の前段階ですね、軽度認知障害の人がいて、それは先ほどの460万人に加えてもう400万人いるから、軽度認知障害ですね、マイルドコグニティブインパーメント、インペアメント、これを含めるとですね、だいたい850万人ぐらい、だいたい3割ぐらいの人が65歳以上でやっぱり認知症なんだってことですね。驚くべき数字っていうか、かなり多くなってるっていうことですね。でもちろん65歳からだんだん年を取ると取るほど認知症の数は増えます。これはですね、青線が男性です、赤線が女性です。で65歳ぐらいの時はやっぱり、こうやって見ていただくとですね、人口の要するに 10% 以下なんですが、75歳ぐらいになってくるとですね、人口の 10% に到達し、80歳から84歳、特に85歳から89歳の段階になっていくと人口の大体4割から5割ぐらいに到達して、で男性はそれから加齢してもですね、あんまりこう、つまり年がいってもですね、認知症になる人が増えない、5割5割ぐらいなんですが、まあもともと男性っていうのはここにあるのは90代まで行く人ってあんまり多くない、女性の方が寿命10歳ぐらい長いですからね。女性に関してはどん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 行って、これ見ていただくと8割ぐらいがあの認知症になってしまう。
つまり90歳95歳まで生きるとほとんどが認知症になってしまうっていうことね。え、8割といえばさっき何か言ってたことと裏返りだねって気づく人はもういらっしゃるかもしれない。そうです、老年的超越を得る人がその2割ぐらい。この老年的超越というのは特に超高齢者80歳85歳で2割ぐらい。一方その裏側にはほとんど8割が認知症っていう感じになるね。ということは人間らしさを失っていく超高齢者の中で、2対8の割合、1対4ぐらいの割合で老年的超越になるっていうこと、まあそういう二極化ということもできるかもしれません。なおですね、日本はですね世界一の、世界ダントツの認知症大国です。大きく第2を引き離して非常に多いんですね。まあこれはどういうことか。まず日本人が基本的に長寿であるってことはあるかもしれません。長寿であればあるほどですね、要するに認知症の人これが増えるわけです。残念ながら認知症だから老人性うつも含めて精神的な疾患は治しにくいんです。体の病気の方がですね先進国はですね先に治せて、心精神の病気は治せない。途上国は体の病気の割合が多いが、先進国は体の病気はだいぶ退治してるんだが、精神の病気っていうのはそれと比較すると治しにくいんで、体は寿命は延びるが精神の病を負った状態の高齢期っていう、そういったスケッチがですね出てくるってことですね。これがまあ現状であるということです。ですから皆さんがこれから健康に気をつけられて、女性だと90歳ですね、このライン。そうすると90歳に到達した時には半分以上の確率で認知症になっていると。もし95歳これになったらその8割ぐらいの人が認知症になっていると。男性はそこまで生きずに死ぬ人が多いが、だいたい5割ぐらいこれが認知症になっているという超超高齢期というのがまあ見えてくるということです。まあそんなことを考えていただいて、今の時代の認識、ということですね。では少し先に行きます。4、若いうちだけではなく終盤を含めた全体が良い人生。これを言い換えれば人生若いうち楽しければ良いというのではなく、長い人生全体を見渡して若い時、中年期、高齢期といった全体をいかに幸福に生きることができるかということが重要になってくる。そして若いうちが良ければそれで良いという考え方ではなく、終わり良ければ全て良しという言葉もあるように、人生を言えば長いマラソンだと考えて、単に途中でリードするのではなくて、そのゴール地点である人生の終盤において悟りの境地を得るということも人生の重要な目標の一つということができるのではないだろうかということです。まあ最初にちょっと全体像を話したんですが、その後少し細かいところ入っていきたいと思います。それは5番目ですね。老化は心感情から始まるということです。老化がいつ始まるかというのはいろいろな視点によって異なるが、だいたい30代から始まるということができる。しかし30代のうちは各能力にまだ余力があるので、それを自覚しない場合も多いようだ。精神と深く関係する脳の細胞は大雑把に言えば30代以降は衰えていき徐々に枯れていくという。ただし最近の研究では高齢になっても脳を鍛えるならば新しい脳の細胞が生まれるという研究結果もあるそうである。そして脳の機能の中で真っ先に老化するとされているのが感情の制御などを司る前頭葉である。前頭葉は脳の前から頭頂の部分にかけての部分である。脳の前から頭頂にかけての部分である。これが老化すると感情がコントロールできなくなり、例えば切れやすい状態になったり、怒りがいつまでも収まらずに切り替えができない状態が起こったりし始める。これが何歳頃から始まるかというのは難しいが、40代から始まるという考え方もある。そしてここで重要なことは、人の脳はよく自覚される記憶力などからではなく、感情、心から老化するということで、心の柔軟性、強さがなくなるのである。ただ脳の中で感情イコール心の部分が真っ先に老化するだけではない。体を含めた人間全体の中で感情イコール心が真っ先に老化するということができる。というのはこの前頭葉は感情の制御とも関連して、いろいろな物事に取り組む意欲、創造性と深く関係している。つまり前頭葉の老化によって意欲が低下すると何事もやる気がなくなってしまうので、その結果として記憶力を含めた脳の他の部分の機能に加え、体も使わなくなってしまい、それらの他の部分も衰えていくということである。実際に70歳になっても身体機能を見れば正常に歩行できる高齢者が 95% に達しており、年々増大しているというデータがある。また単なる知能指数である IQ などの数値は、日本人は70歳になっても全世界の全年代を通じた平均値100を上回っているというデータもある。
しかし心の知能指数と呼ばれる感情をコントロールする能力を示す EQ は40代を最高として衰えていくということが知られているということですね。もうちょっとこの前頭葉の感情制御機能についてお話します。例えば切れるという順調が若者にもあるし、そして高齢者で目立っています。怒りの感情が収まらないんですね、感情および思考の切り替えができないということなんですね。で、例えばそれがですね、こういった場面に出て、つまり何か落ち込んだ時にですね、落ち込んだことに対する立ち直り、これが弱いんです。つまり、やる気がなくなってしまう、うつ状態になってしまうってことも、つまり怒りが止まらない、それから立ち直れないから落ち込んだ状態でやる気が出ないですね。やる気が出なく、かつ怒りが止まらない、ここら辺が感情の制御、切り替えができないっていうことで、この感情と思考というのは深く結びついており、ご老人が頭が固いってなりますよね。わしはこれができんじゃもうダメじゃとか、近頃の若いもんはなっとらんとかいうものの考え方が硬直しているっていうのも含めて、感情と思考の制御、コントロール、切り替え、柔軟性がなくなった状態なんですね。心の柔軟性、そして強さがなくなった状態、これが前頭葉の問題だっていうことになります。で、ここでですね、非常に重要な概念はですね、記憶力が低下することが脳の病気、例えば認知症じゃないんです。よく認知症っていうのは第一症状、初期症状として記憶力低下と言われます。しかしそれが最初の症状と考えてはいけないっていうのがですね、今後の医学になると思います。第一症状は感情コントロールができなくなった時に、それは認知症の前の段階だ、うつの前の段階だ、その脳の老化なんだ、つまり感情のコントロールができないことも病気なんだというふうに捉えるべきだということなんですね。怒りが止まらなくなってきた、切れやすくなってきた、そして落ち込みやすくなってきて立ち直れなくなってきた、やる気がなくなってきたっていう、従来はそれは気持ちの問題でしょうとか性格の問題でしょうとか言われていること、これはですね、そうじゃなくって老化の始まりにして老人性の疾患の始まりだ、病気である、そういうふうな認識がこれから必要になってくるということです。まあ、それだけですね、感情制御っていうのはその体のあらゆる健康に深く関わってしまっているんですね。怒りがずっと止まらない、当然体に悪いです。そしてやる気が起きない、体使わなくなります。そうすると脳も体も老化していって、その結果としてまあ病気にもなっていくっていう仕組みがあって、老化は、そして病は心から始まるということですね。病は気からって言いますが、特に老人は病は本当に心、気持ち、感情、つまり前頭葉から始まるってことが、これからポスト平成の長寿社会で生きる上で非常に重要な認識、パラダイムシフト、今までの考え方を変えないといけないっていうことですね。まあ、そこをまあ強調したいところがこの部分です。それではもう少し医学的な視点から8ページの6番、前頭葉以外の心と脳の老化の要因。また40代頃になると前頭葉以外にもいろいろと老化の要因が出てくるとされる。第一にセロトニンの低下で、セロトニンは神経伝達物質の一つであるが、感情に関係する神経伝達物質であるドーパミン、アドレナリンをコントロールして精神を安定させる機能が、そしてこれが不足してくると鬱になると言われている。まだ科学的に解明されておらず反論も多いが、セロトニンの不足が鬱の原因であると言われることが多い。特に高齢期においてもセロトニン不足を原因としたうつ病が多いという。最近うつ病よく知られるようになって、セロトニンという言葉もよく知られるようになりました。これがやる気と関係している神経伝達物質ですね。さらに男性ホルモン低下も心の老化の原因となる。男性ホルモンは男性にも女性にもあり、意欲、記憶力、判断力などに関係している。よってこれが不足すると意欲などが低下することになる。また女性の更年期障害よりも個人差が大きいが、男性の場合も男性ホルモンが減る更年期障害が起こる場合が、女性よりも10年ほど遅く50代半ば頃から起こることが多いとされる。女性の更年期障害有名ですね。男性にも更年期障害あるのって言われて、いや、あるのないのって、最近はあるって形で、ただそれがですね、個人差が大きく70、80になって起こる人とか起こんない人もいれば、55よりも最近は若年化してるとも言われてるんで、女性みたいにきちっと40代後半から50代にかけてっていう感じじゃないところが逆に、まあ、対処難しいところで、例えばうつ病だと思って行ったら更年期障害だと言われた男性とかいうことがあるわけです。
それは男性ホルモンとセロトニンということですね。最後に脳血管の動脈硬化があり、脳の血管は他の体の部分より細く、動脈硬化によって機能不全に陥りやすい。そうなると自発性がなくなるという。また長期的には脳梗塞や認知症の原因となる。その前段階を隠れ脳梗塞ともいうことが、まあコレステロールとかですね、動脈硬化、これが起こると一番先に影響を受けるのは血管が非常に細かく微々細々に至るまで張り巡まされている脳の部分で、で、ここの血流が悪くなると自発性がなくなると医学的に言われています。まあやる気ですね。これもまたセロトニンや男性ホルモンと関係してくるんですね。で当然ですけど、そこで動脈硬化とかで脳梗塞とかになってしまうと、その脳の機能が破壊されますから、当然脳血管性の認知症というのには直接的に結びつくということになります。さて7番目です。老化による精神的な問題1、暴走する老人。老化による精神的な問題には3つあるというふうに今日はお話します。1つ目は感情のコントロールが効かず行動が暴走してしまうご老人ですね。突っ走ってしまうわけです。2つ目はですね、老人性のうつですね、これはよく知られています。3つ目は先ほどから中心的な問題、最後の問題として出てくる認知症の問題ですね。これは脳の内部構造が破壊されていくわけですね。でまず最初の7番目の老化による精神的な問題1、暴走する老人、老人の暴走です。切れる老人が増えたという。例えば駅員に対する横暴さ、自分が寝過ごして終電がなく帰れないなど、自分の落ち度で怒ったにもかかわらずタクシー代を出せなどと理不尽な要求をしてくるという。駅員に対する暴力件数は2010年以降60代が以上がトップになっている。私も知り合いでバスの運転手さんがいますけどね、高齢者のそういった横暴、これはもう非常によく経験するそうです。これどういう状態だと。これはですね、内部に苛立ちを抱えているんです。若い頃と違ってボケてしまって電車乗り過ごした自分、これに対して腹立たしくて受け入れられない。でそれを今度は他人のせいに転換するんですね。ここには要するに、まあ、心の弱さ、硬直っていうのがあってですね、自分への嫌悪、そしてそれを処理しきれないから他人への嫌悪になって、他への横暴が自分の中での腹立たしさ、これを背景にしています。ただ、まあ、他人から見ると全く他人が、つまり老人じゃない、他の人が悪いかのように攻撃されますから、これは大変な状態です。まあ、これが一つ暴走ですね。他者から見るとその世界、自分中心の世界に突っ込んでいるように見えてしまうということです。病院での高齢者の応募も多い。クレームが多く暴力行為は全体の 24% が70代でトップ、次いで 22% の60代となっている。暴言も全体の 21% が60代となっている。またセクハラは全体の 26% が60代でトップ、70代も 19% 多くなっている。お店などでもお客様は神様の思考をしていて理不尽なクレームをつけることが多い。いたわられて当たり前という自己中心的な思考、プライドが高いことなどがこうした行動を取らせているようだ。犯罪総数を見ても65歳以上の犯罪検証者数は2番目に多い。犯罪の総数は減っているが65歳以上の数は増えている。15年前に比べ 2.6 倍増えている。高齢者人口の伸びは 1.5 倍で、人口の伸びより犯罪検挙者数の伸びの方が多い。でこういった現象があるわけです。でいくつか加えますと、本人はそういったおかしな自分を自覚しているかというと自覚できてない場合があるわけです。さっき言ったように他人が悪いかのことか、若い者はなっとらーんってなってるわけですね。自分がおかしいということが自覚できていればそれを修正することができますが、自覚できてない場合も多いということは一応お伝えしておきたいと思います。認知症もそうです。自分が認知症だということを受け入れられない老人は病院に行きません。だから認知症患者の数は、認知症有病者の数はですね、推計するしかないっていうのがこう出てくるわけですね。まあここら辺で無知の知、謙虚さっていうのがいかに重要かということがあるんですが、まあ、そういった状況が続いているということですね。8、老化による精神的な問題に、老人性うつ。厚生労働省の調べによると、うつ病で約100万人が治療を受けたうち60歳以上が4割だという。またうつ病はさまざまな理由で正式に受診しない人が多く、60歳以上で見過ごされてうつ病の人は100万人いるとも推定されている。さらにうつと関連する自殺もその4割近くが60歳以上というデータもある。また最近は60歳過ぎて初めてうつになる人が急増しているという報道もある。これにこのように統計に現れない隠れうつですね、自分はそんなことはないと思って受診しない、ないしはそうだったら恥ずかしいと思うで受診しない、
こういう人たちがいて、実際の患者数の2倍3倍に至ってるね。まあ、これは老人だけじゃなくて若者にも見られる現象なんですが、そういった形で精神の疾患というのは統計では全てわからないってとこあるね。そして老人性のうつは前に述べたかセロトニンの不足という化学的な原因である場合が多いと言われ、投薬で改善する率が高いという。これに加えて前に述べた前頭葉の萎縮や後に述べる喪失体験が高齢期には増えることが老人性うつを後押ししているという。後に述べる喪失体験というのは、何か今まで自分ができたことができなくなるとか、それから大切な人これを失うとか、まあ例えば離婚とか失業とか別離とか、そういったいろんなもんで若者にも起こるんですが、老人の方がやっぱり起こるんですよね。今までできたことができなくなる、自分の能力の喪失とか、またはその友人知人や親族これをと死別するとか、そういった普通場合そういった時って落ち込みますね。で落ち込んだ後の立ち直り、これが老人のことはなかなかうまくできないようです。まあそれによってやる気がなくなってしまってうつ状態になる。まあ、これは若い人でもね、何か失って失敗してうつ状態になるってことがあるんですが、高齢化すればするほど立ち直るってことが下手なので、それによって失っていくってことです。まあ、こうしてですね、何かあった時に心がコントロールできない十分に、それがゆえに体に影響が出てきてしまうっていうのが、まあプロセスとしてあるんですね。9番目、老人性うつの症状。老人性うつの症状としては、脳がしっかり働かず頭が悪くなったように感じる、仕事能力が低下しやる気が出ない、物事に悲観的な自発性が低下する、記憶力が低下する、睡眠のリズムが崩れ不眠にもなる、イライラしてじっといられないという人も多い。加えて動悸切れ、食欲不振など自律神経症の症状も多い。そしてさまざまな妄想が起こってくる、被害妄想、例えばみんなから嫌われている。これは自分ではうすうす自分の問題に気づいてますが、しかしそれをみんな他人のせいにしてしまうっていうところも含まれてるんですね。まあ他人から見ると嫌われても当たり前じゃないってことをしながらも、本人としては自分は不当に嫌われてるっていう、まあ一種の被害妄想ですね。他責、他の責任に転ずる他責型被害妄想ですね。2番目、新規妄想、病気でもないのに病気だと思い込む、これは不安が強いってことなんですね。3番目、在業妄想、みんなに迷惑をかけていると言って自分を責める、あるいは全て自分の責任だと考える。まあこうして被害妄想の逆に反転して全て自分が悪いんだって極端な思考に入ってしまうというね。うつや認知症の特徴として、極端な思考、バランスの取れてしない思考、総合的判断力の低下っていうのがあります。前頭葉はですね、感情の切り替え、思考や感情の切り替えや制御って言いましたけど、それと連動していることで、もう一つ前頭葉の非常に重要な機能は総合的判断力、バランス感覚っていうんですかね、極端に寄らずに落ち着いてその正しい判断をするっていうことです。何かにのめり込んでオレオレ詐欺に騙されるとか、病気その他大して問題じゃないのにものすごく心配するとか、または将来貧乏になるんじゃないかっていうようなことがない、安定した精神、これが安定した精神はバランス感覚なんですね。そういったものが弱ってくるわけです。まあ、簡単に言うとですね、好き嫌いがすごく強くなるっていうのか、大して良いものじゃないのにダーンとのめり込んでいくとか、それから要するに悪い、大して悪くないのにすごく嫌がるとか、まあ、そういった意味でその興奮したり、それから不安、心配、これが強くなったりってこともありますね。そういったことでですね、この在業妄想ですね、最後に4、今ちょっと言いましたが貧困妄想、将来どんどん貧乏になっていくなどである。ただしこれらは必ずしも老人に限らず起こることであろう、ね。まあ、被害妄想、新規妄想、在業妄想、貧困妄想という極端な考え方、これが出てきてしまうという。老人性うつは認知症と思われてしまうことも多く、治療されずに長期化し脳幹の機能が低下し認知症にもなっていく可能性が高いという。こういうふうに認知症とうつ病というのは連動しているという。そしてその前提として前頭葉機能低下っていうのがあるんだということですね。まあ少しでもですね、まあ、今日のお話でですね、前頭葉の機能低下を含めた心感情制御機能の老化という、一番最初に起こる老化っていうのが大体どんなイメージなのか、感情がコントロール切り替えできない、総合的判断力ができない、だから極端な思考を持つ、で性格が先鋭化してくるんですね。そういうようなところが、まあ、心の
老化の始まり、心の病気の始まり、それが高齢期の全ての病気の源にあるんだ。だからある意味じゃ人格がおかしくなってきたなってなったら、それは高齢者の人はもう病気であると考えた方がいいと思います。それを病気だと認識する人はそれ以上病気が進まない、ないしは病気を治療することができる。しかしその段階で止まらないと次は記憶力が落ちてきたなって感じになる。その時にはもうだいぶ進んでます。でもその段階でもまだチャンスあります。まだ前段階ですから。でもその次に行くと見当識障害っていうのが起こります。つまり娘に対してあなたは誰とかいう話になる。もうそうなるとこれはなかなか人間らしい生活を送ることも難しいし、周りの人が対応するのも大変になっています。それが次の最大の問題10、老化による精神的な問題3、認知症。先ほど言いましたね、あの数字も難しいんだ。認知症患者の方は250万人とされる。厚生省の今ホームページに載ってるのはそうです。でもあの高齢者白書に載ってるのは460万人でした。そして軽度認知症障害も合わせると900万人でした。で将来もっと増えるということでした。そして90歳を超えると6割を超えて、でもっといくと8割方女性はそうなってしまうという話、これもありました。だから250万人って数字はどちらかというと認知症ダントツ大国の日本としては、まあ、少なめの見積もりですが、まあ、厚生省の、まあ、今のホームページにある数字です。先を読みます。認知症というと例えば妄想徘徊、怒りやすいなどの症状がイメージされるが、それは認知症の陽性症状と言われ、全体の1割程度だという。残り9割方は陰性症状といい、おとなしくなったりぼんやりしたりする症状とされる。また認知症のタイプ原因としてはアルツハイマー型、脳血管性、レビー小体型、前頭側頭型などがあるが、これらは脳の萎縮など脳の物理的な問題である。どの認知症患者にも共通して見られる中核症状としては以下のものがある。1、記憶障害。早期から見られる症状であり、物忘れやさっき起きた出来事が思い出せない、覚えていたことや知ってる人の名前が思い出せないなどの症状で、早期から見られる症状ですね。先ほど言った軽度認知障害ですね、まあ、なんていうかな、マイナーコグニティブインペアメント、これは多分この記憶障害ぐらいから、最近記憶力おかしくなってきたよなってことです。で認知症による記憶障害と、それから普通の老化、老人にボケてるっていう状態の違いは、普通の老化による記憶障害はですね、ある段階まで落ちてそれ以上と進みません。でも認知症の場合の記憶障害、どん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 進んでいくんです。それが違いですね。老化するとやっぱり記憶力落ちていくんですけど、それがある程度安定するのとどんどん進んでしまうのが認知症という疾患の場合の記憶障害の違いですね。これがまあ最初に大体今気づかれる、あの早期段階での症状です。ただですね、私が思うにはこれは良くないと思うんです。早期症状、初期症状が記憶障害という考え方良くない。その前の前、早期障害、前前初期代官として感情制御障害っていうのが認識されるべきだ。感情制御障害が起こったらもう認知症の前触れだと考えた方がいいと思う。まだ科学が、医学がですね、これあの医学の、ごめんなさい、これ医学の文献から取った認知症の症状です。第一に記憶障害っていうのが来てます。しかし先ほどは勉強している最新の医学、前頭葉の医学、すなわち心や感情が老化の始まりっていう視点から言うと、認知症の始まりも感情制御障害、怒りっぽくなったり落ち込みが激しくなったりやる気が出なくなったっていう気分の問題ですね。ここら辺からもう前段階に来てるっていう認識した方が認知症をよく防げるかなっていうことはお話しておきたいと思います。では記憶障害の後に何が起こるか。2、見当識障害。年月日や時間、季節、場所、人物などがわからなくなる。周囲の人との関係性もわからなくなる。遅刻が多くなる。ゴミの日がわからなくなる。受診日に通院したい。季節に合わない服を着る。道に迷う。トイレの場所をわからなくなり失禁する。自分の子供にあなたは誰と質問するなど。3、理解判断力の低下。物事の理解に時間がかかる。いつもと違う出来事に対して混乱する。4、失語。語彙が少なくなり人の話が理解できなくなる。自分で話すこともできなくなる。5、失認。目の前にあるものを認知認識できず何かわからなくなる。6、失効。物の使い方がわからなくなる。お箸の使い方、お風呂の入り方、トイレの使い方、服の着方が分からなくなるなどがあるという。上記の中核症状が元となって個人差はあるが、よく現れる周辺症状として1、不安、抑うつ、2、徘徊、3、盗まれたという妄想、自分でしまい込んだことを忘れ身近な人を疑う、4、専門、意識が混乱した状態になり時間や場所が分からず幻覚を見たり興奮したり人格が変わったと感じる、4、暴力暴言、5、睡眠障害、不眠、昼夜逆転など、
6、異食、食べ物ではないものを口に入れてしまう。7、失禁などがあるという、ね、もうこうなるとなかなか本人も大変だし周りの人も大変で、まあ私も認知症を患った方、あのご家族とはまあ何人もですねお付き合いさせていただきましたけども、本人も周りもやっぱり大変辛いということです。なるべく予防したいっていうことになりますね。で、辛い中にですね本人の自覚ができません。認知症だと本人自覚しません。だから病院に行くと拒絶します。だから最終的にはもう健康診断一緒に行こうって言って、なんだ健康診断って俺いらないよ、いいから行こうよ、だって僕あのおじいちゃんと一緒じゃなくて怖くて怖くて、なんだ度胸ないな、じゃあついてってやるよな感じで健康診断に連れていくふりをして、脳神経外科に連れてって内科に連れてって、それでっていうのはそんな形のことをですね、考えなきゃいけないような例も多々ありました。まあそんな形で、ですから病あの薬認知症を遅らせる薬も飲みません。だから奥様が食事にこう含み込ませてですね飲ませるなんてことにもなります。認知症っていうのは本人が自覚なかなかしないのだ。その背景に自覚したくないという気持ちがあるんですよね。喪失体験に対処できなくなっている高齢期において、自分が認知症であるっていうのを自覚したくないっていう気持ちがあるんですよね。でもですね、それやっぱどうにか本人にも周りの人にも乗り越えてもらわなきゃいけないので、その何て言うのかな、その高齢者になる前にですね、こういった教育をして、そういった個人的なその未成熟な自尊心といいますか、沈下なプライドは捨てて早期に受診して、そして対処すれば一番いいんですよね。これは要するにあの癌なんかと同じです。つまりそれだったら大変だ、嫌だなと思って健康診断を遅らせたり受診を遅らせたりする、それっていいことは一つもないわけです。もし、そういった病気だったら早期発見早期治療になる、病気じゃなかったら安心できるんですよね。だから行った方がいいわけです。でも本人はですね、行ってもし大変な病気だったら嫌だなっていう不安ばっかりに圧倒されて、合理的な知的な理性的な判断ができないんです。さっき言った総合的な判断ができないんです。行った場合と行かない場合どっちがいいかっていう判断ができず、行った場合に大きな病気だったら嫌だ恥ずかしいっていうような、そういった気持ちに圧倒されちゃってるんですね。これは心の病気なんですね、感情の病気なんですね。だからなんとかそれをこう助けなきゃならないと。周りの人もそうだし、そして自分では予防しなくちゃいけないということで、まあこういった医学的な知識を前もって皆さん知っておけば、自分がなった時にそううまい方向に行けるかもしれない。しかしそれがうまくできずに本人が暴走を始めてしまうと、周りの人が止めるのはなかなか大変になる、ということですね。まあこれが認知症の、まあ、本格化した後の問題ですね。さて、11番、老人性うつや認知症の予防。いよいよですね、どんな予防をしたらいいのか、逆に言うと何が原因になっているのかの分析です。老人性うつの予防としては、後に詳しく述べる前頭葉を活性化させることに加え、高齢化によるセロトニン不足に対処する生活習慣がある。例えばセロトニン分泌を促す日光に当たる機会を増やすことがよく言われる。この老人性うつ の予防として、朝起きて日光を浴びる光線療法、これはよく言われます。医学的にも検証されています。同じように認知症にもこの光線療法はいいと言われています。これ睡眠習慣と関係するんです。夜遅くまで起きてて、朝遅く起きて、で外に出て日光を浴びることがない、これはセロトニンが不足する傾向なんですね。でこれは睡眠習慣の問題ですね。次はあの食習慣ですね、食習慣の問題です。またセロトニンの源となるのは肉類などのアミノ酸なので、肉食を極端に避けることは良くないとする見解もある。科学的医学的に見て日本人の寿命を大きく伸ばしたものが肉食であることは明らかであり、欧米人のように多くの肉食をとってメタボ、コレステロールの問題が出てしまうのは確かに良くないが、逆に老人になったからといって肉食を極端に減らすとセロトニン不足を生じさせる恐れがあるということで、まあ、バランスの取れた食習慣ですね。まあ、今の日本人にとってはメタボの問題もあるし、それから認知症の問題もあるし、そういった世界の中ではですね、肉類を取りすぎてしまうと、さっき言ったコレステロール動脈硬化から要するにうつ認知症という世界になってしまう可能性があるということですね。これは気をつけないと当然いけません。ただ逆にですね、こう肉食というかそのエネルギーがなさすぎてもですね、今度セロトニンの分泌の不足、これになってしまう可能性もあるということですね。バランスの取れた食習慣が必要だということです。
だからまあ一定の肉っていうのはですね、まあ多すぎず、そして、なさすぎず、一定の動物性たっていうものを、なんていうのかな、そうですね、脂肪とかコレステロールがたまらない形で取りたいっていう形でしょうね。まあなんていうかな、要するに、脂肪を取りすぎてしまうと、その動脈硬化とか、それによる脳血管障害や心筋梗塞、この前、西城秀樹さんですね、それでお亡くなりになってしまいました。血中の問題ですね、血液がちょっとドロドロっとしてるってことですね。で、血管が太くなって、脳血管に来るか心筋梗塞か、循環器系がやられてしまうんですね。血液の問題っていうのは他にもありますね。まあ、それから内部に脂肪が溜まっちゃうとですね、肝臓とか他のところにも問題が出てきますね。血液関係の病気ですね、血液検査をすると出てくるんですね。ですから健康診断を受けて、なんか数値見てこれ危ないってなったら、やっぱり食生活を考えないとダメでしょうね。で、その食生活で増やす、多すぎてもダメだが少なすぎてもダメだっていうバランスが重要だっていうことです。で、しかもこれは個人差があるということです。あなたは肉たくさん食べたらいいよっていう人がいます。それからあなたはやめといた方がいいよって人がいます。いわゆる菜食絶対のね、マクロビオティック、バイオティックかな、ビーガンという人ですね。これに関しては医学者の見解が分かれてます。いや、実際は分かれてません。太りすぎの人には菜食、それで健康になったってデータたくさんあります。だからマクロバイオティックの推奨者、その宣伝ばっかします。しかし栄養不足の人、妊娠中の人、子供のように栄養がたくさんいる人には、それは健康にとってマイナスだっていう医学データがあります。つまり全ての人に菜食が絶対的にいいとか、全ての人に西欧型のたくさん肉取る、肉食主義、日本人の大体4倍取ります、西欧の人たちは。それがいいとかそういうものはありません。すなわちバランスが重要で、それから個人差があるってことです。まあ、ここで私が思い出すのはお釈迦様の思想です。お釈迦様の思想として、中道、バランスの道、それから大気説法、それぞれの人に合った法則を解くというのがある。中道と大気説法、これはバランスとその個人差考えて、バランスと個別対応なんですね。宗教だと、例えばこの教えが全ての人のいいってのがあるじゃないですか。南無阿弥陀仏は妙法蓮華経、今日は全ての人を救う、そういうんじゃなくって、お釈迦様の教えは極端を避けて、で、個別対応。そうです、お釈迦様は肉食を否定しませんでした。仏教徒はだからベジタリアンではありません。マトンなんかダライマ法をよく食べます。全く食べなくなったら24ヶ月後、ドクターストップがかかっちゃって病気になっちゃったそうです。チベットは高地ですからね、400m の高地の寒いところ、紫外線もあって、世界最短寿命の国です。日本と正反対です。そんなところで野菜ばっか食べててうまくいくかっていうのは、それはあるわけです。で、お釈迦様はですね、自分のために殺された肉とか、自分が殺されてるところを見るって、見た肉とか、そういうのはやめて、条件を満たした3種の上肉、これであれば食べていいということで、自分も食べたんですね、お肉を。で、それに対して老いのデーバだったって人間が、釈迦牟尼は堕落してる、肉食を取るなど堕落してる、あなたは引退して私に教団を譲りなさいって言いました。釈迦牟尼の肉食の堕落を糾弾して、3分の1のお釈迦様の弟子たちをこう連れてって、教団分裂っていうすごい問題を起こした。その時にデーバだったに対して釈迦が言ったことは、極端はいけないっていうことだったんですね。これが絶対ダメとか、これが絶対いいとかいうこと、しかも個別対応もしない、そういう考え方はダメだって多分言いたかったと思うんですが、まあ、2500年前からですね、この食生活の基本、それは1、バランスをとって、極端な考え方ダメ、2、個別対応、個々人に応じてっていうことですね。これがあるわけです。それと対極的なのが、全ての人類にこの教えが唯一絶対ってするやつですね。これが唯一の神の子であるとか、これ以外に神はなしとか、それから、まあ、浄土宗や浄土真宗の方がね、南無法蓮華経、南無阿弥陀仏、これが合わない人がいるっていう教えを持ってるかどうか分かんないけども、まあ、そういった宗教だって画一的なとか、ね、しかしそういった宗教性を持っていなかった、柔軟性を持っていた、確かに認知症ではなかったと思うのが、ブッダという極めて、ゴータマシッタって極めて、そのユニークな宗教家が存在しています。その食の考え方は、中道と大気説法、バランスと個別対応です。で、だからまあ、ここでのお話もみんなバランスを考えていただきたいですね。さて、次のところ読みます。で、今お話したことが次のことに出てきます。これに加えて、偏ったものの捉え方を変えていく認知療法などが有効であるが、これについても後に詳しく述べる。
え、認知療法、それって認知症を治す療法ですかって言われるのは、これ心理学を知らない方はそういうようになると思います。実はでも心理学を知ってる方は、認知療法ってあれうつの治療のやつだよね。偏った否定的な考え方しやすい、そういった人たちにその自分の思考の癖、これを理解させてそれを修正していく心理療法だよねって、これをご存知だと思うんです。認知療法、これは認知症の治療法ではないが、しかし心理学のうつの治療法で、しかしこれがですね、実は認知症にも役に立つってことなんですよ。まあ簡単に言うと、偏ったものの考え方は全ての心の問題の原因になっちゃうので、うまく名前つけたなと思います。認知療法は認知症の予防にもなりますということですね。では次に、認知症の予防としては、前頭葉を活性化させる有酸素運動は脳機能の低下を防ぎ、脳を若く保つ働きがあることが明らかにされている、米イリノイ大学の研究チームのデータなどね。しかしね、最近英国がですね、逆データを出した。有酸素運動は認知症に全然効果ないっていうデータを出したわけです。まあ最近報道されてました。しかしその英国っていうのはですね、米国でやってることを英国を否定するっていう、そういった結構あります。英国の医学界っていうのは、私が思うにですね、これは私の持論なんですけど、米国でなんかマインドフルネスが流行ると、英国でマインドフルネス瞑想はかえって健康に悪いとか、そういうデータを出してですね、やっぱり俺たちの植民地のやつらはいやダメだなっていうような感じの雰囲気があって、プライドですね、英国のプライド、大英帝国ですからね、アメリカなんか植民地でしょっていう感じの世界で、まあ、危害はまだ持ってるわけなんですけど、そういった感じでいろいろデータあるんですが、しかし、やっぱりですね、有酸素運動によってその健康が増進するのは間違いない。生活習慣病が、で生活習慣病があると認知症とかそういった問題も出てくるから、認知症を予防する直接効果はなかったとしても、有酸素運動をやった方がいいっていうのは、まあ、否定できないんじゃないかなっていうのが、まあ、最新の情報ですね。次です。また生活習慣の改善が重要で、生活習慣を増え続けており、認知症と大きく関連していることも分かってきた。食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足、喫煙など、良いとは言えない生活習慣を改善し、生活習慣病があれば治療することである。生活習慣って一体何か、ちょっと挙げときました。運動習慣、食事習慣、この中にはお酒とかタバコも含まれて、睡眠習慣、他、ね。運動、食事、睡眠ですね。他何があるのか、ざっと言います。そしてもう一つ、思考、認知の習慣です。物の考え方の習慣です。認知習慣。認知ってどういう意味かというと、何かを知覚して、それを解釈する、判断する。いいとか悪いとか、いろんなふうに判断することを大体認知っていうんですね。だから思考習慣、認知習慣。その物の考え方、まあ価値観とかね、物の捉え方、この習慣。この2つがあると思うんです。このただ思考や認知の習慣の方はあんまり問題視されてないんですね。どうしてもやっぱりですね、心理学が体の健康、医学の中で、簡単に言うと体の健康の方が研究がやっぱ進んでて、心の健康、心理学または認知の問題ってなると認知科学ってことなんだが、それから精神科学の方がちょっと遅れ気味なんで、生活習慣病って言った時に思考認知の習慣、これが悪いですよっていうのはなかなか言われますよ。皆さん健康診断を受けた時にね、病気になった時に、まあ運動、食事、睡眠、これチェックされるわけです。でタバコも吸ってるか吸ってないか、アルコールもなんだかなんだってアンケート受けますよね。しかし物の考え方のチェックって受けませんね、だけど先ほどもお話してますから、全ての健康の土台に心の問題が最初に来て、心が固く極端になると、そこでやる気がなくなって、その他全部崩れてしまうっていう、この物の考え方の習慣が非常に重要だってことなんですね。これが認知症やうつには深く関係しています。心の問題には深く関係しているっていうことが分かっています。まあそういったことですね。ですから、まあ運動習慣、睡眠習慣、食事習慣を整えた上で、思考習慣、認知習慣、これが偏ってないか、否定的でありすぎたり、またはこう興奮入れ込みすぎちゃったりする、そういった総合的バランス感覚が失われてないかっていうことをですね、まあだからですね、宗教っていうのはですね、まあなんていうんですかね、先ほどお釈迦様の言った悟りの哲学っていうのは、私は認知症やうつ病に非常に有効だと思います。しかしですね、こう何かにゴーンと入れ込んだり、何かを極端に嫌ったりするっていうような盲信型の宗教っていうのは、むしろ認知症っていうものと連動しかねないのではないかなと、まあ、そういうふうに思うんですね。
だから宗教の中で認知症、うつ病、老人性暴走、これを防ぐ傾向のものとそうでないものっていうのがあると思います。12番ですね。暴走の原因1、脳の要因、前頭葉の萎縮、機能低下。ここら辺でまた老人の暴走の問題に、感情制御ができない問題に戻ってきました。認知症やうつ病という深刻な問題の前にある感情制御ができないことからいう対人関係トラブルなど、これを暴走と呼んでいますが、それに関してもう少し詳しく丁寧に見てみようと。その原因の一つ目は繰り返し出てきた前頭葉の萎縮機能低下です。そこのところを読んでいきます。前頭葉は前に述べたように感情の制御、創造性、意欲などを司る、すなわち本能のままに同じことを繰り返す動物と異なり、理性や創造性を有する人間らしい能力の源泉が前頭葉ということができる。そしてこの前頭葉の機能低下が生じると、感情をコントロールしたり切り替えたりする力が低下し、創造性、意欲、総合的な判断力の低下などが起こる。感情の統合が効かなくと、怒りなどの感情の抑制ができなくなる。また一旦怒ると切り替えがなかなかできなくなる。否定的な感情が継続する。また総合的な判断力が低下して、投資話や悪徳商法に引っかかりやすくなる。最近増えているオレオレ詐欺の被害など。また理性の働きが鈍くなるので、もともと疑い深い人の場合はさらに疑い深くなり、性格が先鋭化する、極端になるという現象が起こる。こうして感情欲求の抑制、判断力が衰えるということで、さらに意欲が衰える。以前とは変わって何事に対しても意欲が湧かなくなる。面倒くさくなく引っ込み思案になる。特に新しいことに手がつかなくなる。創造性が低下する、してくるので、これは最近急増しているという老人性うつにもつながる症状で、家に引きこもり動かなくなるので肉体的にも弱っていく。まあ、ここら辺のイメージをもう一回クリアに持っていただけるように話すと、感情の制御ができないってことは、怒り、これがコントロールできないっていうのも一つですが、なんかショックを受けた時の落ち込み、これをコントロールして立ち直るってこともできないってこと。そういったことは活動性を低下させる、やる気がなくなっちゃう。そうするとうつや認知症、この前段階っていうことになってくるし、活動がなくなってくると、前向きな活動がなくなってくるとどうなるかっていうと、人は頭や体を使いませんから、それ使わないから衰えちゃうっていうことですね。そういうふうになっています。またそういった形でショックから立ち直れないと、これはですね、健康にも悪いんですね。すなわちストレスが強いですから、免疫機能が弱くなってしまうんですね。前向きで活動的な人、特に感謝の強い人はですね、免疫力が高まると言われています。こうして感情をコントロールっていうのができない、怒りが収まらない、それからこう立ち直りが遅いっていうような問題はですね、心と体の全体に影響を与えてくるっていう問題、これが今の前頭葉の萎縮ないし機能低下です。さて、萎縮と機能低下の違いは何か。萎縮っていうのは物理的にちっちゃくなるってことです。これは前頭葉が高齢者だと本当に CT っていうのかな、取ればちっちゃくなってくるんです。しかしですね、機能低下っていうのはあります。これは取ってもそうではない若者です。しかし、うつの人はですね、前頭葉が脳が検査すると動いてないっていうのが分かる。だからこういった形で萎縮はしてないけど機能低下してるっていう状態があるってことを一つ覚えておいていただいたらと思うんですね。だからやっぱりですね、使うこと、これは非常に重要です。まあ、筋肉があっても使わないとだんだん衰えていくが、その筋肉を使うとこう蘇ってくるように、頭も使うことは非常に重要です。それからもう一つ、若い頃から鍛えてればですね、てか若い頃は筋肉衰えてもう一回使うとすぐ戻るんですが、高齢期っていうのは衰えると戻るのが大変なのが筋肉でもあるし脳でもあるってことなんですね。リハビリに時間がかかるってことですね。まあ、ご老人がね、骨折で入院したら1ヶ月じゃなくて3ヶ月ぐらいいっちゃって、でその間にボケちゃってって話とかありますよね。入院でボケてしまうってことですね。使わなくなると復活がすごく時間かかるんです。若い者はそんなことないでしょ。1ヶ月3ヶ月いても出てきたらまた戻りますよね。しかしそういうこともあるのでですね、まあ、それも注意しなくちゃいけないっていうことになりますね。でまた逆のサイドのことも言います。萎縮しててもですね、それは非常に機能が高い人がいるわけです。政治家とかですね、バリバリ70は80になっても常々変わっていく新しい問題に対応して、でバリバリと仕事してるわけですね。皆さんご存知ですか、92歳のその国家元首がマレーシアで誕生しました。私も一目置いていた中曽根小泉ぐらいの時代のそのアジアの雄とされたマハティール首相ですね。
で10年以上前に引退したと思います。しかしその彼の後継だった首相っていうのはですね、資金なんとか汚職ですね、それで批判されて、で俺はもうちょっと俺が戻るしかないっていうことで90歳になって戻って、92歳で戻って、で彼が言った言葉、老いのスピードはそれぞれ、人それぞれ、これ私はまだ交渉もできるしっていう感じ。ただマレーシアって国はそのマハティールさんと今のそのまあ要するに、まあ辞職というか失職したその首相と、あとマハティールさんのライバルのアンワルさんとか、そのなんか数がちょっと限られてるみたいなんですね。日本で言えば中曽根さんがですね、小泉じゃなくて中曽根さんが総理大臣に復帰する、安倍さんの次のみたいなことが起こってるんですが、しかし表情を見られるとマハティールさんまだいけそうなんですよね。老化のスピードは人それぞれ、その典型を感じさせるのが、そう、中野さんも今、まあ、まだマスコミで発言されてますけど、もう元気でやられてますよね。でそういう政治家をですね、その、まあ、お医者さんがチェックしたそうです、 CT で。したらやっぱり脳は萎縮してるそうです。しかし機能が衰えてない。そこで考えたのが、脳っていうのはもともとその能力の 1% しか使われてないってよく言われるんですね。脳の容積が、前頭葉が3割ぐらい減っても 1.3 倍の密度で使えることになれば全然問題ない。3割減ってもですね、1% しか使わないとこ 2% 使えばですね、逆に能力高まるってことですね。これがですね、脳が未知の能力を含めていて、脳こそが、意識こそが老化を超えられる体の唯一の部分ではないか。体、心臓、他の臓器は老化にまあやっぱりこうしえないだろうが、その老いてもその訓練によっては若い距離よりもより機能を発揮できるのが意識ではないか、脳ではないかっていう考え方はもうこれはあるんですね。脳の秘められた能力っていうことです。まあそんな感じで、萎縮と機能低下っていうのはまた別で、萎縮しても機能を鍛えてれば大丈夫だし、そして萎縮してなくても若い人を使ってないと機能が低下するしってことで、老いたらダメとか若いから大丈夫っていう問題じゃないってことは一応お話しておきたいと思います。まあ簡単に言うと努力が問題なんであって、その若いから OK だとか年老いたらダメだとかの固定観念ですね、ということです。で体も筋肉もそうなんですが、脳になるとまさにそうなんです。努力が如実に反映される。努力してれば老いても若さを超えるし、努力してなかったら若い時でも老いた状態になるしってことですね。では14番、暴走の原因に環境要因、喪失体験。今までずっと自分の内部、脳の問題を話してきました。それではなくて環境が悪くなってしまうっていうのがこの2つ目です。喪失体験とは、今まであったものを失うことで落ち込み失意を感じることである。死別、卒業、退職、引っ越し、転校、失恋、肉体的衰え、できていたことができなくなることも喪失体験である。この喪失感は怒りを生じやすい、させやすい。今までできていたことが肉体的衰えによってできなくなることは腹立つさを感じる。そしてこの自己嫌悪を背景として他に対する怒りを暴発させやすくなるのである。まあ、自分が今までできたことができないということの怒り、そしてその怒りはそのうち悲しみに変わってくるんですね。その悲しみは落ち込み、これにつながって、で意欲低下にも関係してきます。高齢になると喪失体験が増えるといえる。退職、肉体の衰え、配偶者の死、友人知人の死などである。さらには高齢になると喪失体験からの立ち直りが遅いという。これは前頭葉の萎縮による機能低下などから意欲が減退したり、理性的に考えられなかったりするからである。この喪失感を超えていくプロセスとは、1、初めはその現実を受け入れられずに怒りが生じると、自分に腹立たしい、それからそれを他人に責任転嫁してですね、さっきみたいに暴走するってことですね、八つ当たり。2つ目、次に失ったことの悲しみを感じる段階に移りですね、だんだんそれで落ち込んでくるわけですね。でこのまんまだとうつ傾向になってやる気がなくなっちゃうんですね。先ほど言った怒りが止まらない、今度は落ち込んだら立ち直れない。で最後に3番目、現実を受け入れるというものである。ここでの現実を受け入れるっていうのは、まあ、単純に受け入れるっていうより前向きに諦めて未来に向かっていこう、それ仕方ないからっていう、そういった状態ですね。しかしこれができないのだと、なかなか。しかし高齢になると精神の力が衰えてきて、このプロセスに時間がかかり、なかなか現実を受け入れられず怒りの状態が続きやすいとされる。ないしは怒りの次の悲しみの状態、これが続きやすいとされる。ずっと怒ってイライラしてるとか、また落ち込んでなかなか前向きになれないってことですね。ここら辺は要するにですね、先ほどの前頭葉の萎縮などが関係してるんですが、
簡単に言うと二重の問題があると。対応能力が減ってくるけど対応しなきゃいけない問題、喪失体験は逆に増えると。高齢期になると喪失体験が増えるが、喪失体験に対する対処能力は鍛えてないと減ってしまうんだと。これ何を言いたいか、そう、高齢期に備えて、若い時よりも喪失体験が増えていく高齢期に備えて、なるべく喪失体験を処理する能力を強めておくべきだってことですね。そうじゃないとダメですよ。若い時はなんとなくやれてきたけど、将来高齢期っていろいろショックが続くんだよ。老いやみ死んでいくんだから、周りもそうだよ。だから心強くしておいて高齢期に行かないと、うつ、認知症、暴走、これになっちゃうよってことなんですね。こういった人生長期的に見て若い頃から心を鍛錬する、まあ、これは非常に重要なんですが、まあ、現代の社会で家庭でも学校でも教育が行われていない部分で、医学の最先端でようやく認識してされてきた、まあ、情報を今日皆さんにまとめて お話しています。心の鍛錬は高齢期に備えて前もってやるのが理想で、で高齢期の初期はお尻に火がついたようにやった方がこれからもっと失っていくじゃんっていうことですね。そういった現状、これが人生だ、長寿社会における人生だってことですね。15、喪失感に対する対処法。じゃあいよいよ対処法って具体的に何があるのってことでですね、この15番、16番、17番は対処法に関する、まあ、現代の心理学、脳科学であるし、そして究極の対処法である仏教思想です。15、喪失感に対する対処法。今までできたことができない、あったものを失うという喪失感に対する対処法としては、先ほど述べた前頭葉の萎縮を予防することに加え、SOC 理論というものがある。これについては細かい説明をしてもあまり有益とは思われないので、その要点だけまとめておくと、1、目標を今の自分に合ったものに調整し、2、その目標をいろいろな新たな工夫によって達成するというものである。SOC 理論というのは心理学理論なんですね。高齢期の心理学、心理的問題として対応法です。ただこれ細かく見てもですね、ちょっと学者のための理論みたいなところあるので、要点だけご説明します。従来の目標を絶対のものとせずに、自分の目標を選択、限定して集中したり、目標自体を今の自分に合った有意義なものにしたりする。そして自分の中で新たな工夫や努力や他者、補助器具、技術などを含めの助け、補助も用いて目的を達成する。若い頃と同じことをですね、人生の目標として持つんじゃなくて、あれもこれもじゃなくて、重要なものに限ったりですね。それから、若い時にできたことと同じことできなきゃいけないっていう硬直した考えじゃなくて、十分に有意義な別の目標に多少シフトしていくとか、そういう目標の修正をしましょう。それからもう一つ、若い時にパワーで実現していたこと、これは今後は技術を使って、対応しなきゃいけない。いろんな工夫を使って対応しましょう。でその中で一つ非常に重要なこととして、自分の力ばかりっていうチンケなプライドを捨てて他者を生かしましょうと。まあ、これが私が好きなですね、昭和希代の実業家、94歳まで長寿で生きた松下幸之助の考え方ですね。彼は高齢期になって他者を生かすことを、これを覚えたのではないです。もともと最初から覚えた。なぜかっていうと、彼は高齢になる前から体力がなかった、喘息だったんですね。だから他に頼むことを若い頃から覚えたと言います。二つ目に、学力がなかった、学歴がなかった。だから学力のある人、社員から素直に学べたっていう。最後にお金もなかったんです。松下電工の創業者ですから、最初は全然お金がなくて、ちっちゃな電気屋さんから始めたの。で、その時、その商売のやり方どうやって覚えたかというと、でっち奉公です。お金持ちのところに行って覚えた。自分のお金、学歴、体力がないから、他人の体力、お金、そして、学力、これを使ったってことなんですね。まあ、これはプライドを超えられるか、プライドっていうか、虚栄心を超えられるかってことですね。他人を使えるより大きな自分になるっていう新しい目標を持てば、若いものを生かすってことになるんですが、老人が自分が衰えたのを認められないみたいな感じになると、これができないってことなんですね。で、他を生かすってことは、利他業、慈悲とも関係してくる非常に重要な概念で、まあ、そこら辺が次の項目の仏教思想と関係してくるんですけども、まあそういうことです。今までと同じ目標にこだわらない、そして目標の達成のために自分だけでは他の力も含めたいろんな今まではない柔軟な手段、これを用いるっていうことが重要。そうやってみるとやっぱり物の考え方ですね、その物の考え方っていうのがかなり重要なんだなと
柔軟なものの考え方が必要なんだなって思われると思います。でそれがまさに次の項目のポイントで16、暴走の原因3、心理的な要因、ものの見方、認知の問題。自分はこうあるべきだ、こうでなくてはという思い込みがあると、それができなかったとき自分に腹が立つ。それと同じように周りもこうあるべきだとガチガチに考えていると、それが自分の思い描くレベルでないとムカつき切れてしまう。でき思考は自分で自分を追い込むことになる。例えばテレビ番組の世界は物事の白黒が単純化されており、これに悪い意味で慣れてしまうと多面的な発想、柔軟な視点、忍耐力が乏しくなり、実生活では切れて人間関係を損ない、孤独になる場合がある。先ほど前頭葉を鍛えるためにですね、話したり書いたり出力することがいいと言いました。その逆に聞いたり見たりしてただぼーっとしてるだけではですね、前頭葉を鍛えられないんですね。で特に短い時間で悪いやつらの問題が良い、人たちによってパッと解決されてしまう、そういうテレビドラマありますね。そういうのに慣れてるとですね、その完全に善とか悪とか二元で白黒分かれてる単純な世界に、問題がパッとある時間までにすぐ解決する辛抱のいらない状態にあまりにも慣れてしまってですね、でしかもずっと自分は何もしなくてもですね、テレビの中で解決されちゃうわけですから、前頭葉老化防止には良くないってことですね。まあそういったような問題もありますってことです。最後にここにあります。また人間関係においては周囲から尊重されていないと考えて感情が暴走してしまう高齢者も多いと。さて17番、物の見方の改善、仏教の教えによる老化喪失の超越ということです。先ほどから1989年ぐらいトルンスタム社会学者、スウェーデンが初めて人知れず悟りの境地にかのように見える、そういった老人、この存在を発見した老年的超越という概念、悟りの大衆化の始まりのようなものを発見したっていうのがありますが、それはトルンスタムっていう社会学者、その老年的超越の発見者自体がですね、禅に知見がある心理学者なんですね。だからまあ仏教の思想とこういった高齢期の問題の解決対処、ないしは老年的超越の達成っていうのは深く関係があるということがそもそも言うことができます。もう少し読んでいきます。この心理的な側面からの対処としては、物の見方、認知の問題に取り組む認知療法というものがある。人の感情や気分は物の見方、捉え方で左右される。例えばコップ半分の水をまだ半分あると見るか、もう半分しかないと見るかによって気持ちは違う。つまり何か失った時にですね、残ってるやつを見るか、失ったことだけを見るかってあるんですね。喪失体験の時もそうです。自分記憶力落ちてきたなって言った時に、俺はもうダメだって見る人と、まだ健康な体もあるし鍛錬する時間もあるなって見えるか、立ち直りの遅い人と立ち直りの早い人がいます。心理学者が研究しました。その違いが今のです。何か失った時に残ってる側を見る人と、失ったものだけ見る人、失っただけを見る人は結局自殺します。全てを失ったっていう認識になるからです。しかしそうじゃなく、残ってる人を見る、残ってるものを見る人は立ち直れます。まあ、例えば病気になったら、でもまだ良い人間関係、友人知人家族がいるし、でこの病気でまあ人への感謝の気持ちが出てきて一皮向けられたかなってことで、失ったことの裏には得られるものもあるっていう見方するんですよね。こういう人は、これは万事最後が馬って考えです。それに対して仕事を失って俺は終わったってことで命を絶ってしまう、失業イコール全ての喪失みたいな極端な見方ですね。失った時に残ってるのを見るか、失ったものだけを見るか、そして失ったことの裏側に新たに得られるもの、万事最後が馬っていう苦の裏にある楽、これを見る、見出す、発見する、想像することができるか、まあ、ここら辺がですね、要するに喪失体験に対処する最大のポイントになります。ではもう少し先に行きます。しかし極端で否定的なものの見方が癖になっている人は、そうでない人よりも不安、落ち込みが多い。そのようなものの見方を適正な見方に変えているのが認知療法である。認知療法は100ゼロ、白黒のものの見方、出来思考、ちょっとした失敗で全ておしまいだと思ってしまうなど、不適正な見方を改善する。この認知療法については、2014年ゴールデンウィークセミナー心理学講義、認知療法、マインドフルネス認知療法を参照されたいですね。そして、様々な喪失体験を乗り越えるための究極的に柔軟なものの見方、哲学が仏教の世界観、人生観である。そもそもブッダは人の人生は老い、病み、死ぬという無常なものであることに悩んで修行に入り、それを超える悟りを開いたとされる。
すなわち人生生きるということは冷静に客観的に長期的に見るならば緩慢な死のプロセスであり老化のプロセスに他ならない。しかしブッダの知恵はあらゆる苦しみの裏側に喜びが喪失の裏には得るものがあると説く。すなわち苦と楽は表裏、損と得も表裏であり実体がないという思想で、さらに言えば老化は若返りのプロセスであり死は再生のプロセスであり老若生死際も一体であって実体がない。老化によって我々の私の体自我の若さは失われていく。しかしだからこそ自我に対する執着を捨てやすくなり、自分ばかりにこだわらず他者を生かす慈悲の生き方がしやすくなるし、自我を超えて宇宙と一体となる悟り無我涅槃の境地にも近づきやすくなる。よって経典では老い闇死ぬ苦しみは悟りに導くブッダの見つかりとも表現されることがあるんですね。まあこんな考え方ですね。例えばまあこの講義を聞いて60代の方で、ああ俺まさに言われてる通りもう始まってるじゃん、俺ダメじゃんっていうふうに思うんじゃなくて、皆さんの苦しみは皆さんと同じ苦しみ、これを抱えていて、でもまだそれに気づいてないもう多くのですね、日本の世界のですね、認知症の人たち、うつの人たち、または暴走している人たち、そういった心の感情の老化が始まっている人たちとつながった問題なんですね。皆さんが頑張ってそれを乗り越えるということであれば、皆さんはそういう人たちを助けることもできるようになってくるわけですね。また皆さんが衰えるってことは若者を生かす、その若者に場を与えるってことにもなってくるわけですね。まあこうやって自分の苦しみは他人の苦しみを理解し助ける力にもなるし、自分の苦しみはそれを持ってない他人の良さ、これを生かすことにもなるし、自分がダメってことはダメな他人を助ける力にもなるし、自分がダメってことはダメでない他人を生かすことにもなるし、これが慈悲の考え方なんですね。慈悲っていうのは、まあ簡単に言うと他の苦しみを悲しみ、それを取り除く。そのためには自分も同じ苦しみを負ってた方がいいっていう考え方なんですね。だから欠点があればあるほど、苦しみが多くあればあるほど他に優しくなれるし、それを乗り越えながら他とも手伝うことができるってことです。たくさん苦しみがあった方が大きな人間になれるってことです。またもう一つブッダの教えの中で慈悲喜捨っていう教えがあるんですが、喜っていうのは喜びって教えなんですが、それは他の幸福、功徳、才能を喜ぶってことですね。妬まずに喜ぶということです。自分が衰える能力がないイコール他が若い能力がある、それを生かせばみんなが幸福になるということですね。自分っていうのは自分だけじゃなくて他人も含めた大きなもので、他を生かして全体が幸福になる、そういうことを考える大きな心、広い心を持った自分に脱皮しようということですね。自分の力がこうじゃなきゃダメな、自分は老化は嫌だっていうんじゃなくて、老化すればするほど同じような老人の気持ちが分かって大きくなれる、そして老化すればするほど若い人を生かすっていう若い人たちの活躍の場、これを考えてやることができるってことは、大きな自分、大我と言います。大我っていうのは大きな我と書きます。老化っていうのは自我、私は衰えていくけど新しい私、大我、大きな私は逆にチャンスなんだって考える。老い、闇、死ぬことは自我、私、ちっぽけな私は衰えていくが、しかしどうせそれは死んでしまうもんであって、大きな私、悟りの私、これは活性化するチャンスである。老いれば老いるほど、死が近づけば近づくほど自分にとらわれずに大きな私、広い温かい心、悟りの境地に近づくチャンスだと。老い、闇、死ぬ方が若い時、死が遠い時よりも悟りやすいっていう考え方ですね。まあ、そういった逆転の発想なんですね。私は老いるが新たな私は生まれようとしている。老いることは若返ること、死ぬことは再生すること、苦しみの裏には喜びがある、失うことの裏には必ず何か新しいものが得られる。苦楽表裏、損得表裏、生死表裏、老若表裏、結局そういうものに全て実体がないっていう考え方ですね。苦しみに実体がない、裏に喜びがある、失うことに実体がない、必ず別のものが得られる。生死老若にも実体がない、万物に実体がない、だからこれじゃなきゃダメとか、これがあったらダメとかいうことは必要がないっていうブッダの非常に柔軟で安定した力強い前向きな思考っていうのは、この仏教の表裏一体の思考から生まれます。これを一元思考と言いますね。普通の人は二つ別々のものだと思う。失うことは失うことで苦しみだと、その裏に新たに得るものがあるっていうことが分かんないです。まあ人間関係も同じですね。誰かを失えばですね、活動的な人は必ず他の人と縁、これが得られるんですよね。そういうふうに考えないで別離は悲しいと思うだけです。
1日24時間しかありません。活動的な人は誰かと付き合ってた他の人とは付き合いません。だから何かを得れば他の別のものを得ることはできません。何かを得るってことは失うことです。で逆に言うと何かを失うってことは他の何かを得る余地、これが生まれるわけですね。そういった考え方、これができない、ね、自分を客観的に見れないって言ったんですかね。主観的に失ったらもう終わりって思っちゃう。失うことは裏に得るものがある。万事塞翁が馬が常という考え方ですね。そういった柔軟な思考パターンの人はですね、それが非常に大きな力となって心、頭、体の老化と人間関係の悪化、これを防ぐことができるというのが、まあ仏教の幸福哲学、そして特に長寿社会で役立ってくる幸福哲学かなって、まあ、そういうふうに思います。さて今日はですね、この第一章を解説するために公開ネット生中継を予定の1時間からちょっと20分ぐらい過ぎてですねお話しました。この後の部分については第2部の、まあ、方に譲りたいと思います。皆さん長らくご清聴ありがとうございました。公開ネット生中継ご覧の皆さんとは今日はこれでお別れになります。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。